皆さん、愛媛県に存在する動植物の種類はどれくらいか知っていますか？なんとその数およそ1万9000種類。そんな皆さんの身近にも存在する多くの生き物を写真に撮って遊べるコレクションアプリ、それがバイオーム。紹介してくださるのは愛媛県生物多様性係の竹地さんと、アプリの開発企業である株式会社バイオームの多賀さん。愛媛県では生き物の名前や特徴といった情報を知り、皆さんの生き物への関心を高め、生物多様性の認知度向上を図っております。そこで活用しているのがコレクションアプリのバイオームです。この蝶々なんだろうみたいな、分かんない生き物がいたりしますよね。そういったものがあった時に、このアプリでパシャッと写真撮っていただいたら、あの AI がその名前を判定してくれて、何の生き物なのか分かるというような仕組みになっています。はー、こう携帯でこう調べるんじゃなくて、写真を撮って AI がその候補を出してくれるんですか？はい、さらにですね、お子さんにも楽しんでいただけるクエスト機能というものもございます。クエストはアプリから定期的に配信される生き物探しのイベント。海の生き物や砂浜の生き物など、テーマに沿った生き物を期間内に発見、投稿してクリアを目指します。ということで城山公園にやってきました。もうね、どんどん虫を、はい、虫苦手なんですけど、はい、捕まえていきましょう頑張っていきましょう、はい、今回チャレンジするのは城山公園で5種類の生き物を探すクエスト。それではスタート。草むらを見てみると、早速いますね、もうそこに。何ですか今の、捕まえた？捕まえました？いや、捕まってないですね。捕まえないですか？あれ、あ、行けましたね。うわー、無理です、これはちょっと、おい、うわー、ちょっと大きい。うわー、こんな近くで見ることないですよ。うわー、ちょっと待って、バッタ、びっくりした。多分ですけど、マダラバッタじゃないかなと思うんですよね。あ、うん、この子、そう、多分この子だと思うんですよね。でクエスト達成という形で、クエストに自動で登録されていきます。知らない昆虫とか、あるいは苦手な生き物とかも、まず名前を知ることで、その生き物のことについて知るきっかけが得られると思うんです。なので、なんかそういうところも結構バイオのいいところかなと。さらにカメラマンのケーブルに止まっていたこちらの虫もパシャリ。アオメアブゲットです。さらに城山公園の中を進んでいき、木の上を見上げてみると、キジバトですね。キジバト、ヤマバトとか言われたりするように、樹木の多いところによく見られるハトなんですね。ここ多分ね、あのお城の公園が結構広くて、まとまった森林があるので、そこで住んでるのかなと思います。こちらのキジバトもコレクションに追加。ピントが合わない、行け、飛ばないで待っててくれましたね。あ、ヤマトシジミ。シジミ貝ぐらいの大きさだからシジミチョウみたいな説もありますね。登録。虫の他にも花や木、鳥など、さまざまな身近な生き物をスマホで撮影し、バイオームに投稿。短時間でたくさんの種類の生き物を見つけることができました。さあ、無事クエストを達成しました。いや、で今日5種類ね、5種見つけるっていうことだったんですけど、16種そうですね、たくさん見つけましたね。虫ももちろんですけれども、植物、そしてこう木とかもね、いけるんで、本当にいろんなものを、気になったのどんどん写真を撮って調べることができて、すっごく楽しかったです。愛媛県の限定のクエストも始まっていますので、皆様生き物博士目指して頑張ってみてください。いや、愛媛県限定の、それも気になりますね。じゃ、どんどん挑戦して、よりこう知識も深めて、楽しくね、学んでいきたいですね、はい、そうですね、もう愛媛県ならではの生き物を皆さん見つけていただければと思っております。